はい、山口親子の仲間内の山口せやだ。今日はですね、知り合いからのリクエストがあったですね、玉ねぎの気持ち新バージョンを歌っていきたいと思います。玉ねぎの気持ちということは、僕ね、編集をやってないんですよ、あの動画。なので今日はね、編集がないということで、今から玉ねぎの気持ちを披露していきたいと思います。曲名、新進玉ねぎの気持ち、聞いてくれ。イエー。じゃん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 、チチチチチ、玉ねぎの気持ち、玉ねぎの気持ち、玉ねぎはあんなにしみるの多い、玉ねぎはやっぱりカレーライスとかいろいろ、その他にも、そうだね、肉じゃがとか使っていく、毎日玉ねぎを食べているうち、結構みんな飽きてくるけれど、でも玉ねぎは美味しい、ポテトチップスにも合うし、いろんな食材にも使っていく、だからみんなで玉ねぎを食べよう、玉ねぎはやっぱり美味しくなきゃいけない、玉ねぎの気持ち、玉ねぎの気持ち、この気持ちはわからないけど玉ねぎの気持ちはわかる、玉ねぎの気持ち、玉ねぎの気持ち、みんなのこうハートがある、僕の玉ねぎの気持ち。昔親がよく作ってくれた肉じゃが、あの味を僕は忘れられない、玉ねぎの気持ち、玉ねぎの気持ち、玉ねぎはうますぎる、いろんな食材にも合う、玉ねぎの気持ち、玉ねぎの気持ち、みんなで一緒に玉ねぎを食べよう、玉ねぎ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 の気持ち、玉ねぎ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 の気持ち、玉ねぎの気持ち、玉ねぎの玉ねぎの玉ねぎの気持ち、イエーイ。はい、ということで今回玉ねぎの気持ちを歌わせていただきました。よければグッドボタンとチャンネル登録お願いします。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。山口でした。バイバイ、カラドン、アディオス。